どうも、北山水泳です。はい、世界水泳2023初日でございます。これやばいね。はい、初日がピークですね。ぐらいやばかったです。はい、マジで今日テンション上がりました。はい、早速、どんな感じだったか速報を見ていきましょう。はい、まずは男子4振りです。男子4振り一発目決勝ですね。この競技に関しては予選決勝、準決勝なしでございます。やばかったね、この種目ね。上位2名が3分40秒台。これやばいですよね。世界記録が3分40秒7、07なんで、もうこれね、多分おそらく来年の東京オリンピックで、どっちかが世界記録出すんじゃないかと思わせるようなレース展開でございました。これやばかったね。サミエル選手に関しては予選から3分42秒出すっていう、すごいレース展開だったんで、これワンチャンいけんじゃねって思ったんだけど、惜しくもって感じでしたね。はい。この両者、この2名ね、その差 0.02 秒。かなりちょっとです。はい。ハフナリー選手に関しては、前回東京オリンピックチャンピオンでございますね、この種目。で、後半の、もう本当にね、前半から後半までずっと競ってる感じでした。で、ハフナリーがラストの50で刺すかと思いきやギリ耐えるっていう感じのレース展開でございました。はい。これも面白かったね。はい、次、女子1バタ準決勝でございますね。この種目に関しては、午前中の予選で、池江選手が残念ながら17位で予選敗退でございました。相馬選手に関しては残ってますが、今回準決勝の結果はこんな感じですね。はい。相馬選手のタイムは58秒27と。はい、決勝ラインの方が上位8名。57秒17。結構ハイレベルですよね、と思いましたけども。まあ、僕は56、ライン56で来るんかなと思ったんですけども、まあ、57秒1って感じでしたね。はい。まあ、この感じでいくと、どうかな ?55 秒台出るのかな決勝で。どうかなっていう感じですね。結構そこに関しては、絶妙ですね。はい、次、男子50メートルバタフライでございます。はい、この種目に関しても、予選で川本選手、水沼選手、両者とも予選敗退となりました。はい、で、日本人選手いないんですけども、はい、50メートルバタフライの結果はこんな感じでございました。はい。23秒05がラインでございますね。しかも、ここに関してはですね、10位の2名がいるんですけども、この10位の2名がですね、なんと今回スイムオフです。はい。なので、おそらく最後の方にスイムオフがあるんで、スイムオフの結果はまた各自調べてください。はい。ちょっと、僕、めちゃくちゃ急いで撮ってるんで。はい。いや、この、やっぱ50メートルバタフライはレベル高いですね。23秒0を出さないと。はい。残れないんで、ちょっとね、もう、あわよくば22秒台を出さないとダメっていう感じの、はい、なります。はい、次、女子4振りです。これやばかった。これマジでやばかった。女子4振り、もうこれやばかった。俺めっちゃテンション上がった。はい。アリアン・ティットマス選手が世界記録で優勝です。はい。3分55秒でございます。はい。これね、僕ね、ティットマスが来ると思わんかった。正味マッキントッシュ来ると思ってた。はい。マッキントッシュが持ちタイムで言うと結構圧倒的なんで、これ、まあ、行くんじゃねと思ったんですけど、マッキントッシュ残念ながら4位でございました。はい。前半の、段階で、ティットマスが100、200、300、400、全部で1位です。はい。折り返し1位です。で、見た感じ、正直言って、200回った段階で、ティットマスが結構差上げてて、いや、この差って、レデッキーとマッキントッシュこれ、追い上げれると思って見てたんですよ。だって、ティットマスも後半強いしね。と思って見てたら、ティットマスがその200回った段階で差を詰められるどころかさらに差を広げるっていう、はい、レース展開をして、これビビりましたね。俺この正直女子4振りは世界記録出ると思わなかったんですよ。正直3分57か8ぐらいってかなと思ったんですけども、ティットマスまさかの55秒38、これ男子でも勝てへん選手めっちゃ多いと思う。これやばかった。世界記録マジでおめでとうございます。はい、次、100メートル平泳ぎでございます。はい、この種目ね、近年ちょっとレベルがあまり上がってないと言われてますけども、なんと今回、はい、タン選手が、中国ですね、中国のタン選手が57秒82出しました。はい、7秒台ね、準決勝から7秒出たぜと思って見てました。早いね。これ決勝でさらに上げてくるんかな。だって、予選、まあ、準決勝ですけども、そこまで多分マックスパワーで行くような、まあ、タイムじゃないんで、制限というか、ラインが。なんで、もしかすると7秒前半ぐらいまでは、もしかすると決勝まで上がるかもしれないですね。はい。渡辺一平選手は予選で17位でございました。はい。次が女子2個目でございます。この種目の準、これはね、準決勝なんですけども、この種目やばくて、なんと、2個目準決勝1組の組で3人が失格取れました。はい。3人失格です。これによってね、かなり爆裂にね、テンション2組目やったんですけど、成田選手も大橋選手も2組目です。かなりテンション上がったと思います。
大橋選手に関しては今回第5位で残りました。これね、ワンチャンやばかったよね。この3名失格だいぶでかいよね。うん、成田選手は惜しくもタイムを上げれずって感じでしたけども、大橋選手これチャンスだね。9秒8秒出してほしいな。決勝でメダル全然いけるよって感じです。はい、ちょっと楽しみです。はい、次がここがやばいです。男子4個目です。はい、男子4個目レオン・マルシャン世界記録やば、4分2秒50。これやばいよマジで、ビビった、えぐい。はい、 200m の段階でフォスターとレオン・マルシャンが1分56で入るという快挙でございます。これやばかった、マジでビビった。はい、56で入った瞬間に、え、やば、いや、マジでと思いました。これ、マジでと思って。で、そのまま、これ56で入ったら多分世界記録出るぞと思って見て、ほんだらまさかの4分2秒5って。やばいね。フォスターもだいぶ前半ぶっ込んだけど、後半耐えたね。で、瀬戸選手に関しては惜しくも今回4分9秒41ございました。200メートルの段階で、正直、フォスターとレオン・マルシャンがあんだけ行ったら、初に多分心折れると思う。多分、瀬戸選手は途中で200メートルのレオン・マルシャンとポスターが見えてる段階で、ちょっと、えって心が折れたと思います。はい。予選から見ると、もうちょっと多分7秒が出ると思ったんですよ。なんで、おそらくね、心途中で折れたと思います。で、ラストの50メートルぐらいで、カリッシュがギリギリ見えて、で、カリッシュが見えたからラストの50は負けないように頑張ったって言ってましたけども、いやー、あんな前半やられたら多分心折れるよ。やばいよ。やばすぎ。はい。で、女子の 400m フリーリレーでございます。はい。今回はオーストラリアが世界記録を出して優勝でございました。強いね。超強いです。日本は予選第8位でございまして、決勝競技も第8位でございました。オーストラリア強いね。世界記録また更新したよ。自分たちの記録ですからね、世界記録。世界記録を2秒ぐらいね、2秒弱ぐらい更新したって、やばいですね。オーストラリアやっぱ強いですね。はい、次が男子の 400m フリーリレーでございます。はい、この種目はね、アメリカがこれ勝つと思ってました。はい、最終的にはオーストラリアが最後刺して優勝でございます。強いね、ラストやっぱ強えよ。うん、やっぱこの男はね、お祭り男だ。うん、ラストの100強すぎる。もうラストの最終列車強すぎる。リレーだけめっちゃタイム上がるこいつはやっぱり。まあ言うても短水路の日本記録も、あ、世界記録持ってるから早いんだけど、それにしてもやっぱ強いよね。うん、オーストラリアが今回強かった。やっぱアメリカチームはね、今回若手選手がめっちゃ多かったんですよ。で、結構ベテラン選手が今回抜けてたんで、その点がやっぱでかいかなというふうに思います。はい、明日はこんな感じでございます。いや、今日やばかった。今日マジピークじゃないの今日って思うぐらいやばかったです。はい、テンションはマジで爆裂に僕上がってます。はい、明日も速報するんで楽しみにしてください。では今回以上です。しゃっ、チャンネル登録お願いします。他の水泳あるあるはこっち、そして僕のコンビチャイルドプリンスのチャンネル登録はこっちでございます。はい、はい、終わり、はい、終わりです。はい、他の動画見といてね。で、チャンネル登録もしといてね。うん、チャイルドプリンスね、お願いします。